昭和18年、戦況が悪化する中、東条英機首相はアジア5カ国の首脳を集めて東京で大東亜会議を開催しました。日本はアジア各国の団結を訴えたのです。この会議にはインドの独立運動家チャンドラ・ボースも参加しました。インドを脱出し、日本政府の庇護のもとイギリスからの独立を目指していたボースは、この会議に先立って日本との協力について次のような声明を発表しています。日本こそ19世紀にアジアを襲った欧米の侵略を食い止めんとしたアジアにおける最初の強国であった。アジアが復活するには現在においても強力な日本が必要である。中国との紛争が勃発したことによって、確かに日本に対するインド人の感情は少し悪くなった。しかし大東亜戦争が始まり、事態は根本的に変化した。なぜならば、今日日本はインドの敵イギリスを相手に戦っているからである。インドの民衆はただ一筋にイギリス支配から解放されることを熱望している。つまりインドの独立を支援してくれる者は当然全てインドの友なのである。